はい、では前足の擦り方の解説をしようと思います。まあ、今までも何回かね、あの解説、前足の使い方っていう解説はしてきたんだけど、擦り方ってまたちょっとね違う観点から解説をしていこうかなと思います。フットスライドっていう言うらしいんだけどね、フットスライドでね、まあオーリーをきれいにするために、きれいに飛ぶために、まあ重要なこの前足、まあこれをやる前提にちゃんとしっかりテールを叩けるようにパインと、これがまず重要。まあもうスタンスさん、いろいろね説明してきてんだけど、まあテールはビスとビス、この間もビューってやったところの、もうそこをこう叩ければまっすぐね、板も上がってくるんで、まあテールはそこで、前足は俺の場合はこんな感じかな。まあ意外とどこでもいいって言い方悪いけど、そこ一応デッキから俺はあんまはみ出さないようにしてるぐらいかな、つま先で。足のする場所が、まあ靴でいうとこの辺をするような意識でやってる。でここを擦ってるから、まっすぐこう引き上げられるし、自分の足でいうとこの小指とここなんだ、なんかちょうど付け根みたいな、小指の付け根ぐらいをこうズリ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 で、それもこのビスの間をこう擦っていくイメージかな、オーリーで。でするとここで引っかかるから、でまあいろいろ考えたんだけど、しっかりテールをまず蹴れないとすることが難しい。そう、あのなんでかっていうと、テールを蹴って板を引き上げるために足をこうね擦り上げるんだけど、まあこれ角度が浅いとその分足首こう曲げないといけないから、しっかりテールをパン、こうなるじゃん、この角度が大事で、するとこのまんま上にこうやって引き上げられる。でその時にすごい俺意識するのが、まあここに足を置いてて、こっからグーっていう意識はしてなくて、別にここ、うん、極端に言ったら擦らなくていいと思うんだ。ここはなんかズリズリズリじゃなくて、こう擦ってるかなみたいな。重要なのこのキック、ここにこう足が来ることが俺めちゃくちゃ大事だと思ってて、あらだ、ここに足が引っかかることで板をこう引き上げられるし、前にもこう持っていくことができるようになるから、まあしっかり板を立った状態でこう上に持ち上げるイメージかな。でその時に、まあ、今このね擦り方、靴の擦る場所、この辺ね、俺のまあ自分の足だとここなんだけど、靴を履くとなんかイメージ的にちょっとこの平らっぽいところとか、この辺のところで擦ってあげてるような、ちょうど小指が俺ここだから、こことここだね、靴
つを吐くと、だからここで吸ってるような感じ、ここでググググググで、まあこうね吸り上げるって言ったけど、その時に足の使い方、まあもうテールは下にパーンって叩いてこう引き上げる、で前足はこう上にグーって引き上げて、よくさ、まあこれもすげえ話してんだけど、こういう折りになるじゃん、できないって人、それってこう引き上げてそっからまたすぐ下に下ろし、イメージはこう山なり、それが止まった状態でもこういうイメージ、滑って走りながらやるときもこういうイメージ、それが足も一緒で足もこういうイメージでやると結構いいんじゃないかな、そのイメージとしてね。よくあるその足をすぐついちゃうっていうのを見てると、引き上げてそこで終わっちゃうから下に落ちるしかない、こうじゃなくこういう一山越えるイメージを、でその時のもう一個重要なのは、空中でちょっと滞空時間をちょっと頑張ろうかなみたいな、こうすると四輪着地のイメージにも多分つながるし、空中でちょっとふわっとしたりしてる風に見えるオーリーにもつながるかなって思います。まあ、高く飛ぶとはまたこれ違う話なんだけどね、高く飛ぶのはまたね、上半身の使い方とかにもつながってくるんだけど、まあ、足の話、今回のその足の話だけで言うと、こっからこの状態でこうじゃなく、この状態ででこれで山、これ山なりでしょ、ここ一山越えた感じで、そうだね、多分これは物声にもねつながることだと思う、こう物があってこっからこうねと急降下じゃなくこういう山なり楕円を描くようなジャンプをするのが大事だから、それはオーリーも一緒だし、うん、なんだっけ、あのさあ中学とかでこう棒飛ぶのあるんだよ、ベリーロールとか、あれも結局はこう山なりに飛ぶじゃん、ね、あと走り幅跳びとかもバーって走ってシュンシュンって落ちないし、こうシュンシュン、そうこうやって楕円を描くじゃん、でやっぱね最後までこうやってうーって耐えてる方がちょっと距離も伸びるじゃん、それと一緒だと思うんだ、だからまあ、空中で耐えるっていうのは大事な一つだし、あとまあそのすり方もこっから落とすんじゃなく、ここまで来たらちょっと耐える、するときはまあ足首を意識するっていうよりは膝を意識した方がいいよね、こう膝先行、この足よりちょっと出てるでしょ、もうでこの膝を超えると今みたいにこう靴が戻って、でそこで止まればあとはもうシューってなって、もうメイクってイエーってなるからかな。あとなんかある？まあこれだよね。
そうだから擦れない、そう結局こう擦れないとか、あとまあ本当テールがうまく叩けないで擦ったらじゃん、これをしっかりテールが立つのを待って、もう擦るっていうかもうちょっとピンってやるだけで、だからまあしっかりこの板を、まあ、まず上げる、したらこのキックがねこうやって上がってるのがこうなるから、そこに靴が引っかかる、引っ張れる、でその引っ張ってるのをこう上で待つ、その時にはもうこういう感じ、もう刺したかったらそこからグーってやれば刺せるし、で着地したら今みたいに4輪で着地できる。まあ一番原因あるのはやっぱテールがうまく弾けないとやっぱ釣りづらくてストーンっても落ちるし、あとはやっぱ足首するっていうのを意識だけしてると上に上がったところで足が終わって、でね、この最後のこの膝から空がなくなっちゃうせいでもう下に落とすしかなくなっちゃってタタンなる、そのどっちかじゃないかなと思います。あとはねもうやりまくるしかない、やりまくって感覚掴んで、まあ、まず最初にちゃんとイメージをしてね、イメージしてこういうオーリー、自分のオーリー動画撮ったりとかして見て、あこうなってんだっていうのをね自分で頭に入れば、じゃあここをこう改善しようっていう風にもなっていくし、うん、まあ動画今なんて携帯がねものすごい画質良くてすぐ見れるんだから、もうそういうのを撮って見て、あここが違うっていうのを自分で研究しながらやっていくと上達が早いと思います。あとは気合と努力です。はい、頑張ってねー。